いやどうも、東海嫁の哲也と柴湯だ。今日はなんとモンストをね、やっとですよ、やっとちゃんとやりましょう。ちゃんとやりましょう。はい、で、ここの僕らを撮ってるカメラが今ね、まさに充電と戦ってますんでね。ちゃんとやってる。早く行きましょう。ちゃんとやってる。何をやるかというと、何やる絶対何やる本当に何もわからない。本当に何をやる。じゃあ今別にスラッシュいらないから英雄の実でも取りに行きましょうか。まあ俺それしかやることないんだよね最近。いいな。じゃあ俺は英雄のこのパーティーかな。よし、ね、じゃあ貼りますね。殺す俺は。近くの人募集しますよ。おはよう。はい、英雄の神殿で。近くの人、近くの人ってお前普通なんか合言葉決めるだろ。555で。555、はい、555だよ。東海オンエア555。あ、やばい、俺の合言葉がバレた。いつもこれやってるから。誰なんだよ。ハイハタ、お前どこいんだよ。一条ホテメ遅っ。あ、やばい、やばい、名前このままだった。充電が俺やばい俺ちゃんと直したぞ。つく読みがあったんですよ先日で。神かぶり入りで入るとなんか毎回キャラパクされるからちょっと腹立ってね。え、かゆいかゆいかゆい、痛い痛い。通信に失敗しました。なんだなんだ。充電通信接続と思い戦ってんの。すごいな、全部やばいな。普通に英雄の神殿と戦えよ。この画面もなかなか映るな。これ一回これやってみたかった。あ、できたできたできた。あ、来た。バカ歌バだってこれだよ。だ、今出てるから。いや、この募集画面を見てほしい。はい、皆さんね、ちょっと気になってる方もいるでしょうが、バッハ、進化前レベル1、なんと1000型の絆、加盟特急 M だけど、なんで特急なんなんで特急持ってんだ。行きましょう。まあ俺も原版、先般だったけどね。原版現地の先般だったけど、先般にならないように気をつけましょう、うん、モンストは基本的に先般にならないことだ。先般を回避していくこと。はい、先般から逃げましょう。ここ山神殿修羅場、なんでなんで。まあここはバッハ積極的に攻めた方がいいですね。さっさとここにはまりましょう。ちゃんとチェロで。はい、チェロで殴る。チェロで殴る。はい、これは。あらららら。そして僕が先日当てたルシファーでね、クソがまひし、あらほら、あらまあ、ほらほらと言いたいですね。言いましょう、ほらと言いましょう。はい、ほら、あ、はい、倒しですね、バッハ。バッハがいいとこにいるんでね、拡散弾で倒しましょう。はい、こういった形で、素晴らしい。バッハが生きてきます。英雄の魅力っていう、英雄の星を持っている。さすが加盟、さすがチェリスト。 HP がなかなか高い。チェリストはね、素晴らしいですね。ほら、先日はそんなルシファーじゃねえよ、お前。痛い思ってやがる、俺。痛い思ってなんでルシファールシファーなのに俺バッハなの。このバッハは基本的にね、この友情コンボを発動させてあげることに意味が。あ、発動だ。ほら、プラズマね。そう、こういうことですね。そういうこと。ゼロがかぶってなんですよ、はい。さあ行きましょう。さあここで拡散弾を利用していく。拡散弾で倒します。素晴らしい。ガガガガ、ほら19万拡散だけ。おお、拡散弾の力がすごい。まあ積極的に受けて。じゃあ完全に拡散弾で倒します。でも進みましょうか。拡散弾、はい、拡散しますね。レベル1が重要ですね。バッハ素晴らしい。特急 M っていうところもちょうどいいですね。やっぱり特急 M でこれ多分拡散弾で強化されてるからね。さあ行きましょう。あっ、おっ、おっ、おっ、やばいやばいやばい、おかしい、様子が。なんだなんだ、うん、あー、やばい。バッハの活躍が見れないことだった。そういうことです。バッハの番にはちゃんと映りますんでね、やっぱり。はい、倒します。ちゃんと今ウリエルがいけなかった、ね、あえて焦げていく。しっかりと会えましょう。おお、なかなかいいダメージを食らっていますね。ここでバッハの先般を利用して、先般たくさんの利用していったね今の本当は横感が正解ですね。何言ってんのお前。おいさっきまでバッハ理論どうしたよ。ここはさっき当たり行けよバッハリ。そこまで行ったなら。ルシファーで2体倒しましたね。ふざけんなよ。結局ルシファーが強いです。早めにこれを敵をね減らして火ダメを抑える。あー、ほらもうバッハ、あー、ルシファー、あー、ほらほらバッハの番じゃない時は別にどうでもいいですね。で最後バッハで倒します。なんでバッハの番映るんだよ。バッハで倒します。おーい、はい、友情、友情。
無駄なプラズマっていうのもまた次回へのつなぎになりますね。素晴らしくチェリストですね。友情コンボ貯めるといった意味ではバッハは非常に優秀ですね。そうだね。なんでレベル1なの。素晴らしい。ちなみにタスさんになってなすぎ素晴らしい。ほらバッハでもバッハでもちゃんと最後まで来れますかね。はい。クエスト解説をしていきましょう。はい、いよいよ。ここはまさにね、バッハです。バッハですね。直線上にいるので、バッハを狙うと、ついでにルシファーにも当たりますので、ね、素晴らしい。いい手が重要。そしてここで、ちなみにバッハはユリバキラーです。当時12歳で当てましょう。大事ですね。ほら、もうワンショットを決めていこう。本当に分かってない人と思われる。ここでね、完全にマッチを決めていく。完全にこれカンカンですね。ストライクショット使いましょうか。ストライクショットを使った上でマッチちょっと決めて、ちょっとちょっと決めましょう。これなんて言うんだっけ。マッチをちょっとだけ決めます。はいはい、ここですね。あ、おお、決まった。まあ計算通りですね。こういうことですね。おあへおおあてて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 てはい、奏でていく。まあいいですね。やはりね、戦慄の神がいますからね。奏でていくことが重要。じゃあ基本的にウリエルでバッハに当てます、そうするとついでについでにルシファーにも当たるからたまに攻撃も。ダメだルシファー。さあ行きましょう、さあ行きましょう。お、金になりましたね。全然バッハには当てない。あ、2個とも取っちゃった。あー、もう取っちゃった。完全ダメな例ですね、ゴミです。だから進めばいいでしょ。ルシファーだけ持ってて、この進めばいいんだよな。キャラだけ持ってるって進めばいいんだよ。ろくでもない。上手い人ってのはやっぱりバッハでもね、こう確実に決めていきます。こういうことです。おら、バッハ使いすごいと思ってた。マッチショットからのカーン。今のところバッハ調子がいいですね。あ、これ何しよう、これ何やろう、これマッチショット決めましょうか。これマッチショットですね。これできないかったらバッハ以外ですね、売りましょう。あ、売りましょう。あ、売却ですね。売却です。2体持ってるからいいな、お前。1体売ちゃうと全然大丈夫。まあ、ここは適当にバッハに当たりに行けばちょうどいいですね。適当です。拡散していきましょう。非常に適当です。先般特急エルがありますね、これは。素晴らしい。先般ストライクショットを先般しましょうか。先般しましょう。願いましょう。うん、あれ先般になりましょう。あれ何なんだ、撃てない。えなんだこれ。俺の画面でお前は一切ストライクショットを通ってしないよ。え、ゴーが押せない。何それ。え、お、あ、ルシファーこういうこともありますね。おかしいおかしいおかしい。ストライクショットが打てないこともあります。あ、え、先般特急ですね。これ戦略的スルーでますね。じゃあマッチショット決めていきます。はい、マッチを決めていきます。そうそう、バッハ基本的にマッチショット役なんで、ここで決めることによってダソシンソン。あ、え、あ、やばいやばい。あの、充電が切れました。やばい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 。あの、充電が切れています。様子がおかしい。ちょっと、すいません、ごめんなさい。やばいやばいやばい。充電が基本的に切れがちでなんですけど、じゃあ GoPro 目 GoPro 目 GoPro 目、まほとめこうしていきましょう。基本的にこうしていきましょう。あれ、打つ人がこうね。あ、そうしましょう。背景でこの、あっ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 、戦略的スルーでした。え、まあ時間も切らしていく、この戦略的スルーですね。はい、はい、じゃあもう、はい、お願いします。じゃあお前、はい、いけ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 、早く早く、お前、あ、ここ打つ、ここ打つ、ここ打つ、はい、じゃあ行きます。え、っ、これすごい、え、矢印がおかしいね、これ。矢印おかしくね、なにこれ、なにそれ、なにこれ、なにこれ、あ、え、あ、こういうことですね。てめえの顔しか見えない。あ、やばい、どけ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 、やばい、早く、え、ん、じゃあお前の番かな。次、僕の番終わったんだよ、お前の番。はいはい。ホストが僕なので、芝優はコンティニューとかいう概念もなく、なく、これ操作できない、なんていうか、また明日。